鉄道サンタさん列車の旅が肉どすこい。動画をご覧の皆さん、メリクリ肉肉どすこい。大寒波の中ですが、今年も兵庫県南西部の播州地域、北条鉄道北条線では、年に一度のサンタさん列車がやってきました肉。もともと、北条鉄道北条線は、大正4年に開業した古い歴史がある路線で、もともとは国鉄北条線でした。第二次世界大戦後、1980年代も中盤に入った昭和60年にはサードセクター転換し、北条鉄道北条線となりました。サンタさん列車は、三セク転換後の平成元年より、毎年クリスマスの恒例行事として、沿線地域活性化運動団体や、北条鉄道本部が共同で主催する、毎年のクリスマスの恒例行事で、乗車するには、事前の電話予約が必要です。あれれ？こちらのお顔は、北上急行電鉄のイベントでもお会いしたお顔のサンタさんですね。メリクリ肉肉、どすこい。このサンタ列車ではサンタさん、トナカイさんからとっておきの仕掛けをいくつかご用意しました。途中駅も含めて皆様どうぞお楽しみ待っててくださいね。サンタ列車まもなくの発車です。長くの間お待たせいたしました。サンタ列車まもなくの発車です。では列車出発いたします。行ってきます。ホームの皆さん手振って行ってきます。ホームのみんな手振ってくれてます。行ってきます。ありがとう。行ってきます。行ってきまーす。では皆様、長らくの間お待たせいたしました。本日も北条鉄道サンタ列車へご乗車いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。皆様のこの素敵な旅をサンタとトナカイがご一緒に案内させていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。また先ほどは席を譲り合ってお座りいただきありがとうございました。では早速ではありますが、このサンタ列車を皆様素敵な思い出としていただくために、サンタさん、トナカイさんといくつかお約束があります。みんなしっかり聞いててね。大丈夫かな。ではまず一つ目のお願いです。皆さんの健康を守りするためにマスクの着用をお願いいたします。みんなもうすでにしてくれてるよね。ありがとう。2つ目です。もし途中で気分が悪くなってしまったり体調を崩された時は、お
気軽にお近くのサンタさんトナカイさん乗務員にお申し付けください。よろしくお願いいたします。3つ目です。列車動いている際に立ち歩かれますと怪我をしてとっても危ないです。列車動いている際はお座りな席にお座りになってサンタ列車を楽しんでください。お願いいたします。ありがとう、素敵なお返事。4つ目です。車内換気のため空調設備で常時換気を行っております。皆様のご理解よろしくお願いいたします。それではサンタさんのお約束、皆さん守ってくれるかな。はい、守ります。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんと一緒にこのサンタ列車を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは列車は早速1駅目刈間横田駅を通過するようです。実はこの北条鉄道、この通過運転っていうのはあまりやってないんですね。皆様、貴重な機会ですよ。普段なら止まる駅も今日は通過します。皆さんぜひ車窓にもご注目ください。では刈間横田駅の通過です。では1駅目を通過したので、ここでサンタさんトナカイさんから1つ目の仕掛けを皆さんにご用意したいと思います。はい、このサンタレシピは青駅に向かうまでに1つ目の楽しい仕掛け、みんなでやっていきたいと思います。題して、みんな名探偵になれ、サンタさんからの出題、なぞなぞクイズです。それではトナカイさんの方に注目してください。トナカイさん、何か持っているようですよ。はい、それではクイズの第1問、トナカイさんお願いします。はい、クリスマスにプレゼントを持ってくるのは誰。はい、誰かな。手を挙げてくれてる子お友達もいますよ。考えてる子もいるね。みんな待っててね。もう簡単だったかな。そういえばトナカイさん、これってなんか選択肢あったみたいなこと聞いたんですけど、はい、あるんですか。あります。それを紹介していきます。1つ目、泥棒さん、何か袋持ってるね。泥棒さん袋持ってますもんね。この中何入ってるんでしょうか。プレゼントかな。2つ目は何なんですか。はい、2つ目はサンタクロース。2つ目はサンタクロースです。サンタクロースも何か袋を持っています。3つ目は電車の運転手さん。3つ目、電車の運転手さんになります。さあみんな、もう分かったかな。2番かな。はい、じゃあ大ヒントをこのホームにあります。みんなホームに注目してください、はい、みんな右側注目です。大ヒント、右側にあります。みんな誰がいる。みんな分かったかな。手振ってくれてたよね。みんなもう大ヒントで分かったんじゃないかな。じゃあみんなに聞いてみようかな。答えはせーの、サンタクロース。正解です。正解は2番のサンタクロースです。皆さんおめでとうございます。簡単だったかな。じゃあ次の問題行ってみよう。サンタさんは何に乗ってプレゼントを届けに来るでしょうか。サンタさんは何に乗ってプレゼントを届けに来るでしょう。さあ、田中井さん、こちらも何か三択っていう風に聞いているんですけれども、お願いしていいですか。はい、じゃあ1つ目は皆さんが今乗ってる電車、2つ目がバイク、3つ目がソリです。みんなが今乗っているのは電車だったよね。1番かな。サンタさん電車に乗ってくるのかな。バイクかな。ソリかもしれないですよ。ちらほらと答えが聞こえてきましたね。
あ、みんな答え言ってくれてるっぽいですよ。トナカイさん、はい、せーのの言葉をお願いします。はい、じゃあ皆さん答えを一緒に言いましょう。せーの、3番正解です。3番のソーリでした。正解は3番の堀でした。これも簡単だったかな。みんなすごいね。じゃあ次3問目に行ってみようかな。3問目、サンタさんの相棒が出てくる曲は何でしょうか。サンタさんの相棒ではなくて、サンタさんの相棒が出てくる曲ですよ。みんなこれも選択肢を見てみよう。それでは選択肢の方、トナカイさん見せてください。はい、お待たせしました。1番ゆりかごの歌、2番赤鼻のトナカイ、3番お鼻が笑った。さあみんなどれでしょうか。これも何人かもう教えてくれてるお友達がいますね。サンタさんの相棒って誰だったんでしょうかね。さあこれもせーのの後にみんな答え言ってくださいね。せーの、2番赤鼻のトナカイ。正解です。トナカイでした。みんなすごいですね。じゃあ次の問題に行きたいんですけど、次の問題からちょっと難しくなるので、大人の方とお父さんお母さんの方とみんなで考えてくれたらなと思います。次の問題から難しくなります。お父さんお母さんたちも一緒にお考えください。それでは第4問お願いします。はい、クリスマスツリーの一番高いところに飾られている食べ物は何？食べ物ですよ。ちょっとみんな今考えてくれてるんだけれども、右側見てください。誰かいますね。あれ？誰か待ってますね。さあ列車は間もなくホッケ口駅に到着するようですけど、誰かいますね。誰かな、みんな見えるかな。あれ、手振ってくれてますよ。皆さんも手振ってあげましょう。こんにちは。こんにちは。途中サンタさんやトナカイさんに仮装した沿線地域活性運動ボランティアのお姉さんによる楽器演奏コーナーや絵本の読み聞かせ会など素敵なコーナーもありました。リン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 、どすこい、ずんこさん、そしてイタコさん、解説中にチャチャを入れないでくださいね。ここはネズミさんのお家。みんなネズミさん捨ててるの見える？贈り物は洒落た長靴。そこに長靴ありますね。ここは猫さんのお家。中に猫さん出てるの見える？贈り物は可愛いリボン。ここにリボンあるね。でもあれ、寝てたのって猫さんか。大きな豚さんだね。ここはどうやらシマウマさんのお家。中にシマウマさんいるね。贈り物はシマシマ襟巻き。あれ、でもシマウマさんじゃなかったね。これみんな何さんか分かる？シマサギ。どうさんかな。おや、ここは留守。誰もいない。何もいないように見える。お、だから何もあげない。あれ、いたのクマさんがいたね。でも何もプレゼントもらってないね。ここはどうやら
つねさんのお家、つねさんのお耳かな。違う？贈り物はとんがり帽子。あ、本当だ。見てくれた。ワニさんだね。ここだった。ここはどう見てもワニさんの家。本当だね。これ木のみたい。窓から入れるのもちょっと怖いね。ちょっと怖いみたい。あれ？皆さん、みんなこれ何かな？そう、うさぎさんね。うさぎさん。ここはどうやら双子の兄弟、二人寝てるね。違う？だから贈り物は、はい、2つ。二つ渡してるね。あれ？でも二人で寝てないね。一つは風船だね。さて、次の朝。うわぁ、2つももらった。男の子喜んでるね。あ、ずるいずるい。最初の豚さんが言ってるね。それでは、こっちをクマさんにあげる。お、嬉しいね。さっきもプレゼントもらえなかったクマさん、おもちゃもらえたね。ウサギの兄弟はどうしたのかな。多分ワイワイ大騒ぎ。お客さんはお座りになってお待ちください。転んで怪我したら痛いので皆さんお座りください。じゃあ列車出発します。劇場さん行ってきます。行ってきます。行ってきます。サンタ列車出発です。行ってきます。ポケ口駅で素敵なサプライズもあったところでクイズの方に戻りたいと思います。ではもう一度クイズおさらいしておきましょう。小中井さん、もう一度言います。クリスマスツリーの一番高いところに飾られている食べ物はなーに。クリスマスツリーの一番高いところに飾られている食べ物はなーにです。食べ物ですよ、皆さん気をつけてくださいね。お星様が飾られていることはありますか。食べ物じゃない。確かにクリスマスツリーといえば一番上にお星様ありますもんね。何かな、何だろう。食べ物ですよ。お星様は食べられませんよね。それでは少し難しいっていう声も聞こえてきたので、サンタさんお願いします。ヒントを僕たちにください。では行きたいと思います。クリスマスツリーを縦書きで書いてみると、クリスマスツリーを縦書きで書いてみると、一番高いところにある食べ物ですよ。ちらほらと聞こえてきましたね、はい、どんな食べ物でしょうか。何人か教えてくれてる子供も、お友達もいますよ。クリスマスツリー、お、分かったって今の聞こえましたね。それではトナカイさん、せーのの合言葉お願いしてもいいですか。はい、じゃあ皆さんいきますよ。せーの、クッキー。お、正解はクリでした。クリスマスツリー。さあ皆さん分かったでしょうか。ここでサンタさんとトナカイさんからの最終問題になります。とっておきの問題を持ってきたので、お家の方も一緒にお考えください。じゃあ行きますよ。柿の中にサンタが入ると
お父さんやお母さんが喜んでくれたよ。さて何になったでしょう。柿の中にサンタが入るとお父さんやお母さんが喜んでくれたよ。何になったでしょう。分かったって言ってくれてるお友達もいますよ。柿の中にサンタが入ると何になるんでしょうか。難しそうにしてるね。みんなこれはちょっと難しそうかな。トナカイさん、はい、この問題どこに注目したらいいんですかね。はい、ちょっと注目したらいいところを強く読んでみますね。柿の中にサンタが入るとお父さんやお母さんが喜んでくれたよ。さて何になったでしょうか。なるほど、柿の中にサンタが入るとっていうことですね。なるほど。カタタタッキー、柿の中に聞こえてますね。そうですね、何人か教えてくれてるお友達がいます。柿の中にサンタ、教えてくれてるお友達もいるので、せーのでみんなで答えてみましょう。せーの、カタタタキ、正解です。すごいな。ハート Q の中に3つのハートが入って、カタタタキ。みんなメーター店さんですね。みんな、サンタさん、トナカイさんのクイズ、楽しかったかな？ありがとう。最後の問題、とっても難しかったのに、答えられたみんなに拍手です。難しくても一生懸命考えてくれた姿を見れて、サンタさん、トナカイさんはとっても嬉しかったです。皆さん、ありがとう。ありがとう。これでサンタさん、トナカイさんの謎謎クイズのコーナーをおしまいにしたいと思います。そういえばサンタさん、もうすぐ青い木に着くんじゃないですか。何か言っとくことあるでしょう、みんなに。そうだった、もうすぐこのサンタ列車は青駅に着くんだけど、青駅止まってる時にサンタさん、トナカイさんと素敵な写真をいっぱい撮りたいと思います。みんな、サンタさん、トナカイさんに一緒に写真撮ろうよって声かけてくださいね。みんな声かけてくれないとサンタさんたち泣いちゃいますからね。写真撮影は皆様順番に参ります。なお、列車が完全に止まりましてから皆さんの元へお伺いします。それまで座ってお待ちください。お返事ありがとう。まもなく青駅の到着です。列車止まるまでしばらくお待ちください。列車完全に止まりましてから写真撮影の時間とさせていただきます。青駅が見えてきましたね。もう間もなく青駅に到着いたします。しばらくお待ちください。列車は再び折り返して北条町駅へ向かい、1往復にわたるサンタさん列車の旅は終わりを告げました。
楽しいサンタさん列車の動画旅、いかがでしたか？それでは、皆さん、ご視聴